サルサイズ。こんにちは、パールです。ご視聴ありがとうございます。今回は、アマさんが、エストレアの購入を判断するために、試乗走行してきたよ。まあ明日もし走るって言ったらさ、明日にしろ来週にしろ絶対冬も走るでしょ。あれ俺も一人で今行くよ。これ行く行く、もうこれ持ったら行かざるを得ねえよ。
もう我慢できねえよこれ走りたくて。あ、そう？それだと、それだと高すぎね。なんか体が反ってる感じで、そのぐらいでちょうどいいんじゃねえの。走ってみ、風圧かかると、今止まってるからだけど、走るとそんなもんでちょうどいいよ。うん、まあ体型もあるけどね、手の短い俺が大丈夫なんだから大丈夫だよ。左からあんまり無茶できねえな。うん、まあ伸びた方がいいよ。好きになったよ、それ乗ったら。コーナーがね、感覚つかめないとオーバーランしちゃうかもしれないから、どっか平坦な場所行ったらちょっとスラロームやると感覚つかまるよ。バイクの癖がなんか出てるからさ。ヘアピンカーブ、スラロームちょっとやると感覚つまんない。俺には心開けんって感じ。下手な道をもうちょっと走ってみると、そうやったらなんか乗っててね、面白いじゃん、すごい。ああなるほどね、あなるほどね。車1台を止めちゃえばいいじゃん、端っこの中に。あ、いいや、これで1台分使っちゃって。ちょっと待って、俺のバイクがなんか変だ。